あー、わかんない。さあ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 、どうもお世話になっております、偏差値おやじです。さあ皆さん、ハッシュタグをつけてつぶやきましょう。さあ、偏差値おやじの時間がやってまいりました。よろしくお願いします。さあ、もう4月になりましてね、どうですか皆さんね、いい大学生活送られていますでしょうかね。あるいはいい大学受かりましたか、偏差値上がりましたか、ということで今日はやっていきたいと思いますよね。結局さ、受かるも落ちるもこれ紙一重なんじゃないの、ということをですね、やっていきたいと思います。うん、まあ私としましてはですね、やはり G 町連合株式会社代表取締役社長予定の偏差値親父としましては、やはりその G 町のね、皆さんからこうコメントいただくんですよ。ありがとうございます。はい、まずね、法政大学に受かったよというお母様からのコメントでございます。ありがとうございます。楽しく拝見してます。我が子はこの春公立高校から一般で合格して、息子さんの一つ下、うちのね、学年違いで同じ大学、学部学科同じで、この春に法政大学になります、ということでおめでとうございます。タマキャンへようこそ、ということでね、もうサブキャン連打でマーチに行こう、ということでありがとうございますね。いいじゃないですか。ぜひエッグドームに行ってください。はい、で続きましてこちら、くしくもということでございますね。現役の受験で法政大学社会学部落ちました、てんてんてんとね。うん、今は浪人してます。来年は絶対マーチ行けるようにもっともっと頑張ります、ということでコメントいただきましたね。もう残念だけどさ、もう浪人してね、もう来年というふうにやっております。私もコメントしましたよ、まあ、とにかく頑張れとね。ただ焦るなとね。もう時の部屋に入ってもうみっちり鍛錬してね、絶対こうマーチのね、ハードル超えられるようにして、1年後コメント待ってるぜ、というふうにお伝えしました。ということで、まあ、やはりその今ね、大学ね、昨今入りやすくなったとはいえ、やっぱりそのマーチっていうのは、まあ、みんながね、その目指したいところの一つのハードルではあるよな、というのは感じておりますよ。でこの間ね、あの息子がちょっと帰ってきて、あのちょっと浪人の比率の話聞いてみたんですよ。でどうなの友達の間って言って言ったら、あの肌感覚で言うと3割は浪人かなって言ってました。へーと思って、まあね、昨今その浪人はあまりしなくて現役がねこう多いとは聞くけども、あ、3割ぐらいいるって言ったら、いるよって言ってましたね。だからね、この方もね、ぜひね、来年行っちゃってくださいよマーチ。サブキャン連打ね、頑張って、あと英語だね、英語を頑張って行っていただきたいなというふうに思います。でやっぱりさ、結局んとこさ、その受かるも落ちるもさ、なんとなく僕はね、紙一重なんじゃないかなと思うわけよ。だから息子なんかだと2年前の共通テスト利用で全部受かってるわけよね、受かってるところは。そうすると、例えば覚えてる2年前のクマムシの話ね、あのクマムシが出た時は、あの息子はね、文章読まなくて解けたって言ったからね。それがなんかケーキを作る話なんか出たら、もしかしたら受かってないかもしれない。だから時の運っていうのもあるよね。だから本当に難しいけどね、なんとかマーチのね、G マーチのさ、川は越えたいよなっていうのがさ、正直なところだからね。ということで、その紙一重っていうのをちょっとね、体現、もう一回確認してみたのよ。で、いわゆる G マーチで、共通テスト利用で出したのが、法政と立教なのよ。うちで言うとね。で、法政が受かって、立教が落ちてるわけよ。まあ、相対的に見たら、まあ、立教の方が難易度が高いっていうのは、これご依存ないじゃないですか。でも、そこはもうね、サブキャンレンダー、株式会社だから、
もうちゃんとね、新座キャンパスを狙ってますよ。そんなね、異文化なんていうのはね、狙いませんから。うん。で、出したところが、法政大学のまず社会学部、まあ受かってるとこね。うん。で、これがね、偏差値で見ると、57.5。ほんで、立教の、ちゃんとね、コミュニティ福祉ってとこを狙ったんですよ。ここが一番いけんじゃねえのって息子と話してね。で、これが偏差値が 57.5 なんですよ。一緒なんですよ。で、去年の共通テスト利用の倍率、なんと、どっちも同じの 4.5 倍。なかなかいい線つくでしょ？ほんで、ボーダーが、法政が 79%。で、立教が 78%。ちょうどいいとこでしょ？ね。うん。ほんで、これ見てくださってる方はわかると思うんですけど、まあ、息子はとにかく、もう英語でなんとか引き上げるっていう作戦だから、配点が1対1対1だと、これ話にならないんですよ。80% いかないんで、とにかく英語が多いとこに、配点多いとこに出したんですよ。で、このね、法政の社会学も、コミュニティ福祉も、立教のコミュニティ福祉も、英語が150点。で、国語が100点。で、うちで言うと世界史が100点。だから、150、100、100っていう350点で出してるんですよ。で、これが100点、100点、100点だと、どう考えても受かる気しないんですよ。うん、英語が得意な、国語が不得意だからね。で、そうするとさ、ほぼ一緒なのよ。ほんで、共通テストリサーチっていうのを出すわけじゃん。ね。これ、まあ、現役の人はさ、来年出すと思うけど、どんな問題だいっていうのが出るじゃん。それが、実は、同じくの C 判定だと。で、C 判定でもさ、なんかこう、棒グラフになってるじゃん。こう、C 判定の中でも上の方の C なのか、その D に近い C なのかみたいな感じで。で、本当に C の真ん中のちょい上ぐらいだったのかな、どっちも。で、先生に聞きに行ったんだよ。息子がね。したら、どっちも受かってる可能性もあるし、どっちも落ちてる可能性があるって言われたのよ。うん。ああ、まあまあ本当に C だからね。うん。そして、最初にね、合否が出たのが立教だったのよ。で、立教がダメだったわけよ。で、うわ、やっぱ G マーチきついなっていう話になって、でも一応感覚が受かってたから、もう感覚でね、いいだろうと。もう感覚のね、まあ法学部か小学部かどっちに住んだみたいな話になってたら、法制がね、一番最後だったのかな、うちが受けた中では。2月のね、18とか19ぐらいにテストの合否が出て、そこで受かったわけよ。で、あれと思って、もうほとんど一緒でしょ？だって偏差値 57.5、協定倍率 4.5、で、ボーダーが79、78、で、配点も一緒。あ、なんでこれ法政受かったんだろうと思って、もう一回見てみたら、一個あったのよ。これが、うん。それが何かっていうと、英語の150点の中の、配点率が違うんだわ。さすがのですね、偏差値親父もそこまでは見てなかった。これ何かっていうと、コミュニティ福祉、立教大学の方は150点なんだけども、その割合が、リーディング75、リスニング75、合わせて150。いわゆる1対1なわけよ。リーディングとリスニングが。で、法政の方は、その150点のうち、120点がリーディング。そして、リスニングは30点でいいっていう配分だったわけよ。で、息子の共通テストの点数が、リーディングが93点なのよ。で、リスニングが80点の173点だったわけよ。ということは、そうなのよ。リーディングの配点を高く見てくれた法政が受かったということなのよ。これ本当に紙一重でしょ？僕ね、ここまでは当時は見てなかった。とにかく英語の配点、その点数が高いとこだけっていう話よね。だから今見てみると、例えばですよ、この法政が1対1の75対75だったら受かってるかどうかわかんないよ。うん。
だから本当にここビザだと思う。これ計算してみようか。200点満点で、173点でしょ？ 173 点を150点に圧縮するには、どうやったらいいの？ 0.75 をかければいいの？ 0.75。なんだっけ？ 173 かけの 0.75。129.75？ 129.75 がおそらくは、立教の英語の スコアだよね。スコアっていうか点数だよね。これ間違ってる？大丈夫？理系の人お願いね。うん。で、それが150点を1対1で計算すると 129.75 になると。ただし、法制は、リーディングが、いわゆる150分の120でしょ？150分の120が93点で、150分の30が80点。これ何？割合の問題？あれやばい、わかんない。何、どうしたらいいのこれ。で、普通に考えたら1対1より、だってリーディングの方が120点だから、絶対 129.75 より上に行くはずだよね。っていうのを今日やろうと思ったんだけど、出ない。どうやったらこれ出んだ？ 5分の4と5分の1だよね。5分の4。5分の4かけていいの？ん？わかんない。わかんない。ダメだ。嘘だって、これなんか中学受験でありそうじゃないこういうの。うわ、マジわかんねえ。待って、4対 1？ 違うな。5分の4は当たってるよね。150分の120だから、ちゃんちゃんちゃんってやると5分の4だな。多分ね、129.75 よりは上に行くと思う。なので、紙一重ということでどうですか？わかんない。理系の人、お願いします。はい、リーディング93点です。リスニング80点が150点に圧縮して、割合が、リーディングが120点満点と換算。で、リスニングが30点満点。で、多分近似値で言うと133点ぐらいでどう？紙一重だ。また会いましょう。コメントよろしくお願いします。ダメだこりゃ。